NTT メディアサプライ株式会社は大阪市北区に本社を置く西日本電信電話株式会社の子会社ソリューション事業と情報流通プラットフォーム事業を柱としソリューション事業では情報システムの企画開発から運用までをトータルに提供また情報流通プラットフォーム事業ではマンション向けのブロードバンドサービス電子認証サービスを提供している 1985年10月11日、電電公社の民営化に伴い、日本電信電話中国支社設立のグループ会社企業、第1号として、NTT 中国メディアサプライ株式会社が設立された。設立時の資本金は1億5000万円。NTT 出資比率は44.1%であった。設立当初の事業内容は、 キャプテンシステムの画像コンテンツ制作事業から出発し、その後情報処理システムの開発、販売、各種応援機器の販売、テレコントロールシステムの開発、販売事業を行っていた。情報処理システムの開発、販売等の事業拡大に伴い、営業拠点として、九百八十七年十二月に東京センタ、ー、九百九十八年四月に岡山営業所、 同年10月に大阪支店を開設した NTT 再編ともない現在の社名に変更事業領域の整理に伴い2001年1月インターネットマンションサービス事業ダキャンビスを開始した同年10月九州支店を設立し翌2002年11月に電子認証サービス事業を開始2003年10月にテレコン事業を2005年4月に アプリケーション開発事業、電子認証サービス事業を営業上としている。2019年には音楽ライブを高画質、マルチアングル、立体音響で体感できるスマートフォンアプリ、リアライブ360を開発し、桃色クローバー Z をはじめとするアーティストのライブをコンテンツ提供している。ありがとうございます。